皆さんこんにちは、コットンラフィア e クロシェットチャンネルです。今回はこちらのですね、アルミバネ口金のご紹介をしていきたいと思います。編みつけるまかま口ですね。はい、このようにパチンと閉じるもので、このようにバッグの間口の部分をですね、ガマ口のように使用します。サイズはですね、開いた状態でこのサイズ、閉じた状態でこのサイズになっています。普通のガマ口はですね、針と糸使って縫い付けたりというので、ちょっと針仕事が苦手という方でも、このタイプでしたら、かぎ針編みで編みつけるだけなのでトライしやすいかなと思います。このニーム口金にどのように編み付けていくのかと言いますと、以前ですね、編みちくラボのユミさんとコラボをしまして、モザイククロシェミニバッグというキットを作成しました。その編みちくラボさんの動画の方にですね、詳しい編み付け方の方、ございますので、ぜひそちらをご覧になってみてください。コットンラフィア e クロシェットチャンネルでした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。